ルーナ祭りのこと好きだもんね。うん。かわいい。うん、今日もさ、なんか嫉妬してたもんね、配信外でさ。いや配信のね中でね、こうさ嫉妬ムーブとかするのはさ、あーなるほどね、営業かな、定点営業かなって思ってさ、配信外でさ、今日松井先輩遊んできたのらって聞かれて、そうだよって、かなたんとご飯行ったんだよって言ったら、チューって音がしてきて、はーんふーんって思って言ってたね。そっか、かわいい、かわいい、かわいいね。なるほどねって。ルーナもね、一緒にね、ご飯行こうね。チューチュー、チューチューしとる。かわいい。ごめん。ね、ご飯。うん、ご飯行くからね。大丈夫だからね。うん。うん。はい、じゃあ次行きましょう。うん。うん。松井先輩は遊び人なの。確かに否定はできない。やっぱりそうなのよね。ダメなん？そうなのよね。もういろんな人に声かけてそういうことなのよね。明日ね、キリュウ、ココとワタメとカナタとご飯行ってくる。はい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 、なのら。はい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 、なのら。いや、はい、違う違う、分かった分かった、ごめんごめんごめん、ごめん、ごめんね。はいはい、なのら。あ、分かったのら。はいはい。いやいやいや、ルーナも行くもんね、二人で。ふーん、ふーん、ふーん。かわいい、嫉妬してんの。ふーん。次行こうね、次行こうね、ルナちゃんね、次行こうよ、ね、ふっ、ということで、おお、今、まつり配信なんか映った、大丈夫？あの、まつりデスクトップが星川さらなんですけど、映った気がした。あーあーまたー、いろんな女に集団し、違うんだ、違うんだ、それはそうだけど、それはそうだけど違うんだ、許してくれルーナ。あー、ということで告知をしますね、はい、祭りは、はい、このごめんごめんってこの後0時からですね、ソラ先輩のチャンネルで、祭りとソラ先輩のコラボのね、歌ってみたが上がるので、ぜひぜひそちらをご覧いただけたらなと思います。そして明日の21時にですね、祭りとペコラと、マリンとミコチでコラボした歌ってみたも上がるので、そちらも、明日の昼くらいには、ね、予約をしたいと思うので、よろしくお願いします。おー、歌ってみたいっぱい出すのだね、はい、出す出す、しかもコラボだよ、両方とも。ほー、うん、コラボだらけなのよね。ルーナもね、歌ってみたコラボしようね、今度ね。ふーん、ね、します、しますので、皆さんお楽しみにしていてくださいということでね、概要欄の方にルーナのね、チャンネルがありますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ最後ね、ごめんって。はい、ヘラルーナ、ヘラルーナ。拾ってないもん。拾ってない？ごめんね、ごめんね、好きだよ、ルーナ。ほんと？ほんとだよ。じゃあ絶対ご飯行くのだよ。うん、行こうね、美味しいもの食べようね。うんうん、じゃあ最後はバイバイでお別れしよう。うんうん、行くよ、せーの、うん